TV チューナーはテレビ放送を受信するための機器、部品、あるいはその部品を含む集積回路や基板である。携帯は様々であり、一般的なテレビではモジュールとして内蔵されている。TV チューナーという商品名ではコンポーネントステレオの要素としてのものが以前は多かった。テレビに内蔵されない放送配用のチューナー、具体的には BSCS チューナーなどは セットトップボックスの携帯であった。初期の薄型テレビでは、中ー,ーユニットがディスプレイユニットと別筐体の製品が多かったが、薄型テレビでは、テレビ本体が筐体ではないため、セットトップの小木通りの形態ではなくなった。近年では、パーソナルコンピュータの拡張機器としてのタイプのものも、普及が広がっている。テレビ本体や録画機器などによっては、 複数波を同時に受信できるものもある。機種にもよるが、テレビ単体機では複数番組を同時に視聴でき、テレビデオ等では録画中に裏番組を視聴できる。HDD レコーダーが普及してからは、チューナーを2から3系統搭載して、複数番組の同時録画が可能なモデルも多く発売されている。USB 外付け TV チューナービックス製。 ハードウェアエンコードチップのエクスコード2、L パソコン内に映像、音声データとして取り込んだ上でパソコンの画面などに表示する。テレビチューナー自体にはテレビを視聴する機能しかない。パソコン連携のテレビチューナーはビデオ信号をパソコンに取り込むキャプチャ機能を合わせ持っている。そのためテレビキャプチャという表現が一般的でパソコンの HDD に録画することもできる。 コンポジット入力や S 端子入力も備えていることが多い。動画としてのデータサイズを小さくするためのハードウェアエンコード機能を備えたものもある。基本的にはパソコンの処理の外にあり、単にパソコンのディスプレイを曲がりして利用する装置。運用上は高解像度のテレビ受像機にパソコンを繋いで利用しているのと大差ない。デジタル中のアナログ放送しか受信できないテレビ。 受像機に対して BS や地上デジタル放送を受信して映像信号を出力する単体チューナーが発売されている。過去 UHF 放送が開始された初期の頃にはテレビに UHF 受信回路がなかったため外付けの UHF コンバータが使われた。UHF コンバータには特定の放送局の受信を前提とした限られたチャンネルのみに対応したものや ダイヤル式のチューナーで選曲するタイプのオールチャンネル型などがあった。UHF 民放テレビの開局が進んだ1969年、前後からテレビに UHF 受信回路とチューナーが内蔵されるようになり、段階的に一般家庭用の製品は姿を消したものの、共同受信用の製品は2011年のアナログ放送終了まで生産された。ありがとうございます。